さあ、海が見えてまいりました。牛もいますね。牛。ふるさと一直線っていう名前の道路があるんですよ。今日、鹿児島ロマン街道という、います。ここを曲がると、ふるさと一直線でございます。信じるか信じないかは、あなた次第ですということで、はい、こちらですね。島ホテルさんです。与論島炭火焼肉さんのレシピつかむでー。はい、どうもこんにちは、炭火焼肉さんのナビです。今日はですね、ちょっとドライブ動画というか、与論島でふるさと一直線っていう名前の道路があるんですよ。どんな名前やねんっていう道路なんですけど、まあ、約3キロぐらい一直線の道路があって、僕割とその道が好きなので、ちょっとその道をドライブしながら、今日は、バーベキューのコンロを今から回収に行くんですけど、島ホテルっていう僕が一押しの、宿泊施設がありますんで、そちらまでのドライブを撮ってみようかと思っております。それでは画面切り替えます。はい。ですね、こちらは与論島の集落で言えば、麻戸になるのかなっていうとこの辺りなんですけど、一応鹿児島ロマン街道という名前で、道がどっからどこまでがロマン街道なのか僕は分かんないんですけど、看板が出てましたね。今の手前のところを右に曲がると、与論で一番有名な観光名所百合ヶ浜の見える砂浜に行きますね。百合ヶ浜についてはちょっとこの間ちょこっとだけ動画撮ってみましたって、そちらを見ていただけるとありがたいと思います。ただまあ百合ヶ浜は全然出てない。近くの大金久海岸っていう海岸のちょろっとした動画撮ってるんですけど、そちらもよろしくお願いします。それではそろそろふるさと一直線に入ります。ここを曲がるとふるさと一直線でございます。はい、こちらが僕の割と好きな道路、与論の中のナビのおすすめ、道路。なんじゃそれ。僕が一番好きな道路がここ、ふるさと一直線。一番、まあトップ3には入りますね。なぜならまっすぐだからです。与論島にはね、なかなかないまっすぐな道路、ふるさと一直線、なんでふるさと一直線っていうかというと、ここはね、田舎だからふるさととかそういうわけじゃないんです。ふるさとという地名です。ふるさとにある一直線の道路だから、ふるさと一直線という道路ですね。これはちょっと一説によるとですけど、まあ、ちょっと本当の話かどうかわからないんですけども、戦時中に一応ここを、滑走路として使おうとしたのかな。でも実際与論島に飛行機とか発着してたかどうかっていうのまではわかんないんですけど、その滑走路として使っていた、もしくは使おうとしたなんかで、このまっすぐな道を作って、その名残でこのふるさと一直線というところができたというような話を聞きましたが、本当かどうか定かではありません。信じるか信じないかはあなた次第ですということで、はい。はい。まあ僕の話はそれ本当なのっていう話がちょっと多いんですけど、すいません、僕今日もそんな感じでございます。はい、そしてここの道路はですね、制限速度40キロなんですが、与論島内には制限速度40キロが最高ですね、多分。制限速度50キロの道路って確かなかったはずです。また不確かな情報言っちゃった。そんな感じで、やっております。せっかくなんで、ここからはちょっと海沿いの方に、ちょっと曲がって、海沿いから島ホテルの方に向かってみようかと思っております。この辺から曲がっちゃうかな。今与論島はですね、サトウキビの切り浸りシーズンなんですね。あちこちにサトウキビ畑がありますが、だいたい12月の末もしくは1月頭から3月4月頃までがサトウキビの収穫時期、というわけで、今も南東開発というサトウキビの製糖工場にどんどんサトウキビが、集められているところでございます。ちょっと微妙な道から曲がっちゃったな。ここは左に行こうかな。あ、目の前に見えているのはガジュマルの木ですね。根っこが下にいっぱい垂れてましたね。ガジュマルらしいガジュマルの木でしたね。さて、なかなかマイナーな道から来ちゃいましたね。この辺はちょっと早送りで行こうかな。しばらくでは早送りでどうぞ。さあ、海が見えてまいりました。この辺から左に曲がっていきましょう。海が見えてきますね。それでは右曲がりますよ。ちょっと牛もいますね。牛はい、あ、でもあ、そっか、海ちょろっとしか見えなかった。まもなくですね、島ホテルというホテルでございます。島ホテル、今日は別に YouTube で撮影しに行っていいとか全く何にも許可も取ってないんで、その島ホテルの入り口までで終わりにしようかと思ってますが、島ホテルは僕もとってもおすすめの、ものすごくロケーションのいいなので、ぜひいつか紹介したいと思いますね。はい、この辺は与論島の中では生という集落ですね。僕の、なんですかね、おじいちゃんおばあちゃんは生集落の出身なので。ルーツはこの辺の、集落になりますね。はい、ちょっと右側に見えてきましたけど、あれ映ってるかな。あ、ちょうど映ってないな。ではもうこの辺からもうすぐ右に曲がると島ホテルが見えてまいります。一棟貸し切りの一組限定の宿なんですけど、昔、島の味八郎という名前の、なんですかね、料理屋さん、まあ、割烹と言っていいのかな、まあそんな感じの、まあ、与論の懐石料理みたいな料理を出していたところですが、はい、ではこちら、はい、島ホテルさんに着きました。こんな感じの赤瓦の屋根の、よいしょ。はい、こちらですね、島ホテルさんです。よし、そんな感じで到着いたしました。またですね、日を改めて島ホテルさんの紹介動画もいつか作りたいなと思うんですが、島ホテルの人たちは友達なんですけど、全く何も許可も取ってないので、また改めて島ホテルの紹介は別でしたいと思います。はい、それでは今日は本当にドライブ動画、撮ってみました。はい、というわけで今日は見ていただきましてどうもありがとうございました。それではまたいつか会いましょう。Let's meet again someday! ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、いいね、お願いします。